安藤石毛研究室では高い機能性を持つ高分子、すなわち高性能プラスチックの研究をしています。高分子は長い鎖からなる物質ですが、その鎖に多くのベンゼン環を含む芳香族ポリマーは、高い耐熱性と優れた機械特性、そして興味深い光、電気、熱的機能を有しています。それらの機能が生まれるメカニズムを様々な解析方法を駆使して解明し、世の中に役立つ賢いポリマーの提案・実証を目指しています。高分子とは、分子量の小さな低分子とは対照的に分子量が1万以上の化学結合で連なった巨大な分子を指します。我々の研究室ではポリイミドという特殊なポリマーを研究しています。ポリはたくさんという意味で、イミドはここに示した化学構造を示しており、これらがたくさん連なってポリイミドとなります。ポリイミドは汎用プラスチックの弱点を克服したスーパーエンジニアリングプラスチックと呼ばれます。こちらは我々が開発した太陽光の紫外線を吸収して赤色に明るく光る蛍光性ポリイミドです。太陽電池は目に見えない紫外線よりも赤い光を吸収することで発電効率が上がります。このポリイミドはフレキシブルディスプレイの光源や植物の成長を助ける波長変換膜としての利用が期待されます。溶媒の種類を変えるだけで、一つの化合物から7色の発光色を示す珍しい物質が合成できました。新しいイミド化合物です。目で見て判別が容易な化学センサーなどへの応用を考えています。これらのイミド化合物は紫外光を短時間当てるだけだとすぐに発光が消えますが、長時間紫外光を当て続けると発光が数秒間も続く残光現象を示します。この発光のメカニズムを詳しく調べるとともに、酸素センサーへの応用を考えています。こちらはポリイミドのフィルムを2つのダイヤモンドで挟んで8万気圧をかけた場合の色彩や発光の変化を示しています。超高圧をかけたり350度以上の極端な環境の下でポリイミドの構造や性質がどのように変化するかを調べることで、これまで知られていない機能を持った材料を開発することができます。芳香族ポリマーの性質は分子差の配列によって大きく変わり、例えば繊維は分子がきれいに配列した構造によって高い強度が実現されています。我々は液晶状態を利用して高分子差の配列を制御することで高機能材料への展開を目指しています。私たちが改良した多くの分析機器を見下ろしているのは、中国の書家による学問の海には果てがないという言葉です。皆さんも東工大で機能性ポリマーの研究をやってみませんか？